はい、どうも久保田です、今回もリクエストに答えて単語帳を検証するコーナーになります。ではリクエスト読みます。小学生向け漢字ドリルのうんこシリーズから昨年とうとう大学入試用うんこ英単語2000が発売され、そして来月に高校入試用中学うんこ英単語1900が発売されます。一見ふざけた単語帳に思えるかもしれないこのうんこシリーズについて、実際に収録後の選別やコンセプト、的中率などなど、果たして受験英語攻略のために安心して使える一冊になっているのか、詳しくレビュー評価できる機会があったときはぜひよろしくお願いします。はい、コメントありがとうございます。今回はね、うんこシリーズ、これはね、うんこドリルっていう漢字ドリルで、すごい一世を風靡したっていうか、めちゃくちゃ売れたはずなんですが、受験の枠を超えたレベルで、大ヒットしたシリーズ。このシリーズのね、僕もちょっと知らなかったんですが、大学受験用の単語帳が出たらしいです。それを今から比較検証していきたいと思います。というわけでやっていきましょう。はい、というわけで今回やりたいことの、目次っていうのかな、それをずらっと並べてみました。ちょっと前にね、ストック4500を、他の3冊主要英単語と比較したんですが、それとほぼ同じ作りにしてみたので、まずはざっと説明したいと思います。まずはね、このうんこ英単語2000、僕は初めて購入したので、この単語帳のね、まあコンセプトや作者の情報、もしくはレイアウトや特徴、単語の選別順などなどを、簡単に説明したいと思います。その後実際の検証に入るんですが、ストック4500の時と同じように、まずはね、この辺の主要英単語ですね、二次試験レベルなんですが、ターゲット1900、シスタン、リープなどと2冊比較ですね、まとめてじゃなくて2冊ずつでどれだけ共通項があるのか、それらをまずはざっと見ていって、このうんこ英単語の、大雑把な被りなどを見ていきたいと思います。その後からいよいよこの4冊をまとめて比較していきます。まずは、この4冊に共通した、単語がどれぐらいあるのか、かぶりを見ていきます。ここに253大学を徹底解析って書いてあるので、おそらく二次試験向けに、作ってあるっていう判断から、今回はここですね、ターゲット1900、システム英単語、リープ英単語、これらも二次試験レベルなので、それらと全て同時に比較したところ、共通項の数はどれぐらいあるのか、そして差分はどれぐらいあるのかっていうのを割り出したいと思います。そしてその後ね、出てきた独自単語っていうのが、まあ二次試験レベルとは予想ができるんですが、もしかして簡単な単語がかぶってるかもしれない、それらを省くために、今回もね、ターゲット1200やシスタンベーシックなどなどを使って基礎単語を省く処理をかけてあげて、本当の意味で、まあ二次試験レベルの単語がどれだけ独自に載っているのかっていうのを割り出したいと思います。最後にこれまとめっていうところでは、まあ僕自身の意見も入れたいんですが、今回は特にね、おそらく普通の単語帳よりも、まあ賛否両論というかね、すごい面白いって感じる人はいるだろうし、逆にね、いやこれはなしでしょうって感じる人もいる、最初からそういうことが予想される単語帳なので、まあ僕自身の意見を、述べてみたり、じゃあこの単語帳が実際受験に使えるかどうかっていうところも考察してみたいと思います。最後にこのうんこ英単語2000の独自単語ですね、さっきね、基礎単語を除いたこの差分っていう部分になるんですが、その中から、まあ、なるべく派生語などで、まあ、予想ができづらい、ものを僕自身が厳選してね、30個ほど今回は単語を選びましたので、それを、フラッシュカード形式の暗記トレーニングに使ってもらいたいと思います。こんな感じで順番にやっていくので、まあね、目次も作っておくので、飛びたい人は見たいところだけ見てください。はい、というわけでね、検証を行う前にこのうんこ英単語2000の概要を簡単に喋りたいと思います。まあね、冒頭でも言ったように、このうんこドリルっていうのがそもそも最初にあるんですね。これおそらくね、一般レベルでも大ヒットしていたんで、まあニュースにも何度もなったと思うんですが、一応調べてみたところ、まあ漢字ドリルですね、基本的には漢字の練習に使われているんですが、その例文っていうのかな、中身の文章が全部、うんこを使った文章になっています。もちろん小学生向けのドリルなので、非常にね、簡単な日本語の文章の中でいちいちうんこが出てくるっていう感じになるんですね。まあ小学生ぐらいって言ったら、うんこっていうのはすごいね、もうキラーワード、パワーワードっていうかな、それ聞いただけで爆笑できちゃうっていう、本当にねキラーコンテンツだと思うので、それをうまく使った漢字ドリルです。調べてみたら、まあ 4,5 年前に出たのかな、でそこですごい話題になったんですが、今の売上部数がおよそ300万部ぐらいって書いてあって、もうめちゃくちゃ、ミリオンセラーどころじゃないヒットになります。普通の大学受験の参考書っていうのがね、何万部売れてるのかっていうのはちょっとわかんないんですが、まあ100万部以上なんて多分売れてないはずなんで、おそらくね、ジャンルの幅超えたもう一種の流行りですね、流行りレベルで売れたんじゃないかなと思います。
そのシリーズの大学受験版だと思ってください。うんこ英単語2000。調べてみたところ、初版は2021年の6月です。作者は古谷優作さん。映像ディレクターや映像コンテンツを作られている方になります。この方ね、どっかで名前聞いたことあるなって思って、ちょっと検索してみたんですが、あれですね、ネットの中で、まあ、10年ぐらい前にすごい流行ったんですが、例えば YouTube ね、初期の YouTube で、のりやきっていう、まあ、ヒップホップを少しパロディ化したような、インターネット上のね、カルト的な人気を誇ったアーティストがいるんですが、確か去年限定的にね、復活して何か、ライブしていたのを、見たんですが、そののりやきさんをね、まあ、曲作りなどは本人がしていたんでしょうが、まあ一応全体のコンセプトなどをプロデュースしていたのがこの古谷さんになります。他にもね、確かニコニコ動画とかでもすごい、流行ってたんだけど、人の怒らせ方シリーズっていうのがあるんですね。すごいシュールなね、演劇調の中で、そういう人を怒らせるやり方っていうのを教えている。そのシリーズもすごいネットで人気があったんですが、それらを監修している方なので、まあやはりね、どちらかというと受験界の方っていうよりも映像系、特にそういうかなり個性的なね、どっちかっていうと王道じゃなくてアンダーグラウンド系でカルト的な人気を誇っている方が監修しているっていう本になります。まあその方が最初にこのね、うんこドリル、漢字の方で、大ヒットを飛ばされたっていうことになって、まあそこの辺も調べてみて初めて知ったことだったんですが、今回ね、英単語シリーズにもその派生が伸びてきたっていう考え方になります。中身なんですが、総単語数はタイトルにあるように2000語になります。帯のところを見てください。ここですね、大学受験の最終兵器、253大学の入試問題を徹底解析と書いてあるので、対象レベルは一応ね、共通テストから二次試験レベルになります。単語の選定っていうのはね、もうこれ頻度順になっています。この辺はね、すごい大真面目に作ってあります。大雑把なレイアウトを見てください。左から見出し語で、その下に発音記号があって、まあ周回を重ねるために3つの四角が入ってますね。だから1周目で、まあ、印打つ、2周目で印打つ、そんな感じになっています。その右側に、まあ訳ですね、赤シートで隠せるような訳で、何々を攻める、他動詞だったら語がついている、このような書き方になっていて、派生語があった場合もこの欄に少し書かれていることになります。で、右側の方は例文、ここで後から言いますが、すべてうんこっていう名詞を、これ不可算名詞扱いで入れています。そして訳がついていて、この部分がね、まさにうんこ英単語のすべての核になっている部分だと思ってください。例文上から読んでいくんですが、 I shouldn't be blamed no matter where I do うんこ in my own house、自宅のどこでうんこをしようと人に責められる言われはない。ここで do うんこって感じで、うんこをするっていうのをこのように表しています。ちなみにね、 do うんこっていうのはまあわかると思うんですが、英作文では書けない表現なんで、この本だけで通じる、言葉だと思ってください。そして下、We should export more うんこ to revitalize the economy、もっとうんこを輸出して経済を活性化させるべきだ、このような訳になっています。すべての例文、これ2000語ですね、2000語すべての例文でうんこを使っている。まあ基本的に意味が通る文もあるんですが、ほとんどは、何か強引にうんこっていうのを突っ込んで、それで生まれるおかしさとか不自然さ、バカバカしさっていうのを、まあシュールに笑っていく、面白おかしく笑いながら覚えていく、こういうシリーズになっています。これね、ずっとうんこばっかり読んでると、なんとなくね、ゲシュタルト崩壊っていうか、おかしな気分になってくる、そういう効果もおそらく、この古谷さんは狙っているんじゃないかなと思います。はい、というわけで今からこのうんこ英単語2000を使って、他の単語帳とこう2冊ずつね、順番にかぶりを調べていこうと思うんですが、そもそもね、これストック4500でも喋ったんですが、そもそも普通の単語帳ってどれぐらいかぶってるのっていうのをまずは前情報として持ってもらいます。例えばターゲット1900とシスタン、このかぶりはいくつぐらいあるのかというと、はい、1363語被っています。およそ7割ぐらい被っているっていう数字になります。同じくターゲットとリープを比べるとこんな感じ。はい、1303語が被っている、だいたい同じですね。もう一つシスタンとリープを比べるともう少し数が増えます。はい、1532単語が被っている、だからこれ4分の3ぐらい被っていることになって、まあ二次試験用っていうね、同じコンセプトで作られているので相当数の数が被っているっていうのが現状になります。これを基準としてね、今からうんこ英単語2000とターゲット、シスタン、リープと順番に被りの数を見ていきたいと思います。
今回も使用するプログラミング言語は Python、 ウェブブラウザ上の表示には Django、 そして、まあ後から共通テストの的中率も見ますが、その辺でね、三単元の S や過去形、過去分詞は元に戻す処理が必要なので、その辺に使った自然言語処理ライブラリには今回も Spacey を使用しました。というわけで、運行英単語2000とターゲット1900の被りはこんな感じになります。はい、1141個、まあ、さっきに比べて200個ぐらいは減ったんですが、それでもまあ半分以上、6割弱ぐらいは被っているということになります。次、運行英単語2000とシステム英単語の被りはこんな感じ。はい、1165個、これもほぼほぼ同じ数ですね。次、運行英単語2000とリープ英単語の被り、はい、1158個、びっくりするくらい3冊とも1100半ばの数字になります。これ前回のストック4500と見比べてみてください。あの時はもうちょい数が減っていて、特にリープと比べた時には1000個を割っていたんですね。それに比べたらやっぱり運行英単語2000っていうのはかなりオーソドックス、これら二次試験用のいわゆる定番ものと同じような単語っていうのをきちんと載せているっていうことになります。その辺を詳しく深掘りしていくために、今からこの4冊を同時に比較して共通項などを見ていきましょう。はい、共通する単語を繰り出します。ターゲット1900、システム英単語、これは全2027単語、リープ英単語は全1935単語、運行英単語は全2000単語、これらに共通する単語の数をまずは最初に見てもらいます。結果はこんな感じ。はい、839個になりました。もちろんね、2冊ずつ、比較した時よりは当然数は落ちます。この4冊が共通して被るっていうことはそれだけ、確率は下がるんですが、それでもね、839個の単語っていうのはどの単語帳を勉強したとしても必ず出会う単語、いわば最重要二次試験レベルの単語になります。これを今から動画上では簡易的に見ていきたいと思います。はい、こんな感じで839個、綴りの短い順かつ ABC 順に並べてあるんですが、例えば狙う、禁止する、まあ、かけるとか薄暗い、うなずく、奇妙なとかね、何々に借りがある、みたいな、まあ、短いなりにもそこそこ癖のある単語っていうのが共通して当たっています。これをずらーっと今から順番に見ていって、はい、最後の綴りの長い部分っていうのはこんな感じになります。まあね、どれも二次試験でよく見るような言葉なんですが、例えば、コンテンポラリー同時代の何々にもかかわらず、カードのとかね、欠かすことのできない、洗練された、まあ、差別、まあ、まっすぐに進むとか率直なみたいな感じでパッと意味が出てきますか。この辺はもうね、速攻で意味が出るぐらい覚え込んでください。まあ共通テストでもよく見る単語だし、どの二次試験レベルでも必須になってくるのでしっかりと覚えましょう。詳しくはブログ上で全単語見ておいてください。はい、次にね、この4冊の差分ですね、何単語ずつがこの独自に、各単語帳にしか載っていない単語なのか、その差分を割り出したいと思います。今回もまずは数字だけ一斉に表示するので見てください。結果はこんな感じ。はい、ターゲット1900が244個、シスタンは202個、リープ英単語はちょっと少ない182個、運行英単語2000は551単語が、独自単語としてこの本にだけ載っている単語になります。まあね、リープが少ないっていうのはおそらく被りが多いってことでしょう。多くの単語が他の単語帳にも載っているって意味なんで、別にね、この数字が劣っているからこの単語帳が優秀ではないっていう意味ではないと思ってください。ここで見るべきはね、運行英単語2000が結構多いんですね。まあ後発組だから、あえてね、この辺と被っていない単語を増やしたのか、それともね、かなり簡単な単語も含んでいるから、これだけ数が多くなったのか、いろんな考え方があるので、少し今からフィルターにかけたいと思います。はい、ターゲット1200や、これ中学レベルのターゲット1800、そしてシスタンの一つ下位バージョンの、ベーシックですね。これらに載ってる単語と、もしね、被ったものがあったら、それらは全部除外するっていう処理をかけてあげます。そうすることによって、まあ簡単に言えば基礎単語ですね。簡単な単語は除いてあげる。みんなにとってはね、そこは別に重要視していないポイントだと思うので、これらを除外した数を一斉に表示したいと思います。結果はこんな感じ。はい、
ターゲット1900はほぼほぼ残りました。215。シスターはね、まあ半分弱ですね。131個。まあリープも半分弱、80個が残っています。それに対して、運行英単語は、まあ150個ぐらい減ったんですが、それでもね、397個。およそ400個の単語が、こういう基礎単語を除いたとしても残ったっていうことになります。この数はね、さすがに無視できないと思うので、今から簡易的に見ていきましょう。はい、397個、綴りの短い順からこんな感じですね。例えば上から、アープ。これはもう最近の流行りなんですが、アプリのことを指します。あとは、つぼみ、点、ドットですね。あとは、インフルエンザのこの短いバージョン。毛皮、ガム。あとは、つぼ、下顎、みたいな感じで、まあ、短いなりにもね、もしかしたら知らない単語あるかもしれないので、しっかりと見ておいてください。その他ずらーっとね、順番に見ていくと、この本はなんとなく、この人バージョンの派生語が多いですね。バイヤーみたいな ER がついてるってことです。この元々ある単語の、この人化されたような状態の単語っていうのが、他の単語帳に比べて結構多いなっていう風に感じました。例えば他にも探してみると、まあディーラーとかね。あと、まあこの辺もそうですね。セトラーとかショッパーとかスポンサー。まあ OR も人化されてると思って、こういうね、ある単語の人バージョンが結構多いのが特徴です。元の単語が知ってれば別にね、他の単語帳で覚えた子っていうのも、まあトレーナーもそうですね。別に、意味としては困ることはないと思うんですが、一応何か意図があるのかな。コンシューマーもそうですね。消費するってやつの、人バージョンにしている。まあ消費者なんですが、そういう特徴が一つ、気づいた点です。まあこれもそうですね。冒険家みたいな単語です。これもそうですね。島っていう言葉に ER をつけている。まあさっき ER って言ったんですが、他にもね、例えばこの学術系だったら、エコロジストとかね、生態学者とか、エコノミストとか、まあ経済学者みたいな感じで、そういえば人バージョンの単語っていうのは、他にも多いなと思いました。まあそういうね、派生語、を除いたとして、そこそこ大事だなと思う単語は、はい、この117、118なんていいですね。ビッツァー。これね、奇妙なっていう結構大事な単語です。ジョジョの奇妙な冒険の奇妙なっていう単語が確かビッツァーを使ってました。あの英題のことなんですが、英語版のジョジョではこれビッツァーっていう単語を使っていて、そこでこの単語を覚えたんで、まあみんなもね、そうやって体験と一緒に覚えるともう忘れないと思います。118番はボアダム。これは退屈とかそういう意味ですね。なんかアーティストでボアダムズって昔いたような気がするんですが、まあ、退屈っていう単語は覚えておいてください。綴りの長い最後の方を見るとこんな感じです。まあここも別にね、派生語だったり、もしくはこういうミスがついてるだけだったりね、つまりこの接頭語っていうのかな、接頭語で否定しているだけだったり、そういう言葉ばかりなので、この辺もそうですね。そんなにね、取り立てて、こう、独自なユニークな単語を選んでいるっていう印象はないかなと思います。逆に言うとね、かなり無難な単語を選んでいる。だからこの辺は真面目ですね。例文でね、かなりふざけている分ね、単語の選定っていうのはその分多分大真面目なんじゃないかなと思います。ここもふざけていたらおそらくね、信頼度が一気に下がっちゃうので、見出し語をしっかりと覚えれば共通テストや二次試験に戦えるっていうのはこの辺の表を見てもらってもわかると思います。はい、次にね、この運行英単語2000っていうのももうなんとなく予想できると思うんですが、共通テストやまあ二次試験などで全然出てこない単語ばかりだったら、買う意味がないと思うので的中率一応見ておきましょう。2022年度共通テストの的中率、他の3冊は以前の動画でもね、散々出しているので、この辺はもう検証済みなんですが、同時に、的中率や的中数を表示します。結果はこんな感じ。はい。ターゲット1900は216個、的中率 11.4%、シスタンは229、11.3%、リープ英単語は一番多いですね、292個、的中率 15.1%、この内訳は結構基礎単語が多いっていうのも含んでると思ってください。そして今回の運行英単語2000っていうのは256単語、的中率 12.8% になります。ここから見てもらってもわかるように、何ら問題ないです。これを選んで見出し語をしっかり覚えれば、受験では十分に戦える。さっき言ったように、あの例文を肯定的に捉えれる人、もしくは、よりその方が覚えやすいって思う人にとっては、この辺のね、真面目系3冊よりも、モチベーションになるって子は全然手に取って構わないと思います。どんな単語を当てているのかっていうのが大事だって考える人もいると思うので、これは同時にスクロール表示しますので、みんながね、それぞれを見比べて、あ、この単語帳これやってるんだとかね、あ、この単語帳はこういう傾向が多いんだなとかね、そういうのは、皆さんの判断に任せます。もしここがちょっと見る必要ないよっていう人は次に飛んでください。では行きます。
はい、こんな感じで順番にね検証してきたんですが、最後にうんこ英単語2000のもう一度まとめと、まあ僕自身のね個人的な意見というのも喋っておきたいと思います。1つ目、定番単語帳、さっきの3冊ですね、これらとの被りも立派な実用レベルです。さらに言うとね、この前やった、ストック4500よりも、被っていました、そういう意味においては、従来型の単語帳、特に二次試験レベル、共通テストから二次試験までのこのレベルの単語っていうのは、素直に載せています。そこで奇をてらったりっていうのは一切していません。中身まで全部ふざけているわけではないと思ってください。そして独自単語ですね、これは基礎単語を除いた独自単語も含めなんですが、これらっていうのはさっきね人っぽい単語が多いなって喋ったんですが、その他でもね他の単語帳には載っているものの品詞違い、つまり派生語として載っているようなものっていうのを見出し語に載せている、そのようなものがほぼほぼ多数でした。だからね、この間やったストック4500ほど冒険はしてません。まあストック4500の冒険ってどういうことかっていうと、テーマ別で結構載せてたんで、そのテーマだけに載っているような2語以上のフレーズとかも積極的に載せてるんです。例えば長いので言うと、東日本大震災を表す単語も、ここには載っています。つまりそれって非常に限定的でかなり冒険してるんですね。その話題が出なかったら絶対被らないんだから、そういう意味でストック4500は後発組であえてね冒険して独自単語増やそうってしてきたんですが、このうんこ英単語はそこまでの冒険はしていないと思ってください。単語の選定自体はびっくりするほど大真面目、かなり保守的な選び方をしていると思ってください。だからね、結局のところこの本ね、ありと見るかなしを見るかっていうのは、うんこネタですね、コンセプトそのままになるんですが、それと特にその例文部分をどう捉えるか次第になってくると思います。例えばね、この動画作る前にも、まあ、いろんなネットでレビューを読んだり、もしくはね Amazon のカスタマーレビューとかね、いろいろ見ていったんですが、まあ簡単に言うと、当たり前なんだけど、楽しんで覚えたい派と真面目に覚えたい派がいると思うと、真面目に覚えたい派っていうのは、概ねこの本には否定的なレビューが載っていました。まあ当たり前ですね、いやいや下ネタかよとか、例えばうんこで笑えるのなんて小学生まででしょみたいな、ね、そういうね結構辛辣なレビューっていうのも見えたんですが、まあ真面目にしっかりと覚えたい派っていう人にとっては、この単語帳っていうのはおそらく、手に取ることすらされないと思います。まあ個人的にはね、うんこで笑えるのは小学生まででしょっていう意見に対しては、中身のあのシュールさっていうのはね多少大人っぽいです。こう裏をついてるっていうのかな、下ネタと見せかけて実はこうシュールさを狙っているっていう点で、まあ、そこまで幼稚とは感じなかったんですが、まあこの辺ね、笑いのツボとか笑いのセンスっていうのは人次第だから、合わない人はもう絶対に手に取らないでください。で、楽しんで覚えたい派っていうのは、じゃあ全員おすすめですよって言えるかといったら、ここで一回考えてみた方がいいと思います。別にこれ否定してるわけじゃないんですが、肯定的なレビューっていうのも、まあ結構見てきたんですが、特に Amazon とか見ると、これ面白いとかね、これはありだとか、今までになかった素晴らしいって書いてる人、多くがね、なんとなく受験生じゃない人のレビューが多かったです。例えば、障害学習とかで、なんとなくね、日常で仕事しながら趣味で英語を覚えてる人とか、例えば主婦の方で子育てしながら、のんびりこう英語を勉強している、もちろん素晴らしいことなんで、それはそれいいことなんですが、こういう方が楽しんで、もしくは笑いながら覚えていきたい、こういう人が、この本を絶賛しています。もちろん受験生もね、ゼロではなかったんですが、受験生の肯定的レビューに比べると非常にそれが多く見えました。この本自体は受験生向け、大学受験って書いてあるからね、そういう風に書いてあるにもかかわらず、肯定的レビューは受験生じゃない人の意見が多い、つまりこれは、まあ、僕自身の予想なんですが、楽しみたいの中身なんですが、それでもやっぱり勉強です。それを例えば障害学習、これが全部緩いかって言ったらそうじゃないとは思うんだけど、受験ほど、こう縛りとかストレスがないような勉強に見える、そういう時にちょっとね笑いのユーモアを交えながら、飽きないように勉強していく、そういう方にとってはこれは非常に合うんじゃないかと。逆に、人生の大勝負って書きました。まあ簡単に言うと大学受験ですね。自分の一生が決まっちゃうとかね、そういうガチの進路を選びたい時にこのネタの本を取れるかどうかっていうと、まだ取れない子の方が多いっていうのが、そういうねレビューの割合から見れる傾向になっています。自分が今どういう立場で、どういう目的で、どういうスパンでとかね、どういう期限で、どういうプレッシャーがあってとか、そういうのを全部考えた上で、この本を選ぶべきなんじゃないかなと思います。そしてね、よくレビュー
由であったんですが、これ友達と、見て大笑いしましたとか、こう友達に喋って面白かったとかね、そういう風に肯定的な意見、書いてる人多かったんですが、最終的にその点だけでこの単語帳はおそらく選ばない方がいい。なぜかというと、それだけじゃ飽きます。手に取って立ち読みで手に取って何個か例文見ただけで面白いって感じることと、ずーっとこの本を回していってもう2000個の例文を見ていく中でそれで面白いと思えるかっていうのはやっぱ別だと思うんです。単語帳っていうのは基本的に孤独との戦いです。結局のところ自分自身がこの単語帳を、何週も何週もしていく中で本当に自分自身だけで楽しめるなって思える子はこの本は全然ありです。というかむしろベストです。よくぞそういう人に刺さる単語帳を作ってくれた。そのレベルで刺さってくると思います。今回の単語帳も単純なネタ帳になっていないのは、何度も言いますが真面目な部分が半分以上は占めてるからです。だからそのバランス自体は非常に良い本なので、今言ったような、簡単に言うと古谷優作さんワールドに自分がどっぷり浸かれる方っていうのはこの本はおすすめになります。はい、というわけで今後もねこの単語帳とこの単語帳を比較検証してくださいだとか、この単語帳でこの大学の二次試験のカバー率などを見てくださいなどなど、何かリクエストがあればそれをコメント欄に書き込んでいただければね、手元にあるものだったりちょっと本屋さんで買ってこれば手に入るものだったら積極的にねリクエストに答えていきたいと思いますので、今後ともこのシリーズをよろしくお願いします。というわけでこの動画の最後に、運行英単語2000の独自単語、特に基礎を除いた部分390何個ありましたね。そこの中で派生語などで予想しづらい、単語を厳選して30個ほど選んでおきました。これらを、音読さんで音声を流して綴り訳順番に表示するようなフラッシュカード形式で、暗記トレーニング作っておいたので、最後その部分で皆さんの語彙力強化に努めてください。というわけで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。マス、コメット、フロード、アイボリー、Vowel, artery, tickle, bizarre, boredom, servant, setback, tornado, corridor, retailer, syllable, talented, ambitious, fragrance, miniature,Pollutant, proponent, specialty, democratic, facilitate, presumably, quarantine, devastating, troublesome, tuberculosis, chemotherapy.